6000万突っ込む価値はなさそうですよね。ちょっとやっぱちょっと響かないというか、はい、商売じゃなくないですか、もう事業じゃなくない、これって致命的っていうか、このままでやばいじゃないですか本当に、うん、ちなみに今回早く帰りたいわけではないですよね。そこかもう発注しちゃいました、動き出してます、まだ発注はしてないんですけども、はい、僕とともハッピーですら、僕も多分ちょっと忘れましたけど、5000万の予算でオーバーしてたからこうやって苦労したっていうことだったり、事故ったことがあるわけですよ。ハッピーも5000万の予定が8000万だったわけですよ。6000万の予定が、まあおそらく9000万とかになるだろうということなんで、6000万のシステムに収めるなら、2、3000万にしておかないと、事故って修正で6000万にならないと思う。それまず根本的にお金つきちゃう。年商1億だから心配ですし、今のところ L ステップでいいんじゃないかなって思っちゃうから。そこじゃないかな。だから、全然200万出したいんだけど、ものがいいって感じがしないし、だからその6000万の使い道を、なんかまず変えられればすぐ出すよ。めっちゃ良かったら、それが逆に L ステップの改善とか。ちなみに L ステップっていくらぐらいかかって開発してるんでしょうね。それ考えたらもう、どう見ても足元に及ばないんじゃないかなっていう。多分話聞いて、多分、林庵は、1000万とか500万で、超ミニマムな、こういうものってのを作って、それを改善すると、いいものができる。みたいなイメージなんだよね。6000万で作ろうって思うと、我々でも数千万オーバーしてるから心配です。しかも話を聞くところに言うと、6000万突っ込む価値はなさそうですよね。ちょっとね、そうですね、って思うんですよ僕たちは。そこどうします？まあ、実際やっぱり開発したいっていう思いはあるんですけども、うん、やはり現場の方々に対して、例えばこの仕組み化もそうなんですけども、やはりコンサルタントの方っていうのはたくさん業界にもおられるんです。で、大体現場のコンサルタントっていうのは、こんなことしましょう、あんなことしましょうっていうのはもちろん経営者にはお伝えするんですけども、ただそれを実行するのはやっぱり現場スタッフになってくるので、例えば1回目こんなポップで説明しようね、2回目こんなポップで説明しようねっていうのを、もうリアルで患者様の目の前でポップで現れるであったりとか、まあ、そういう仕組みを作りたいなっていうのはちょっと思ってる部分ではあります。多分システム作ったことないですよね、はい、だからこそシステムがすごいと思い込んでて、作れば全部解決すると思い込んでる話が抽象的なんですよ。だから、はい、そこから話が始まってて、はい、もう自分の中でやっぱり現場がって言うんですけど、かといってじゃあ何を解決するかも我々に伝わってないし、はい、だその具体的なところがほとんどない上に、でもシステム作れば変わるんですみたいなことを言われても、やっぱちょっと響かないというか。でも例外的だけど、そのシステムがいいって言われるもうすぐ出しますよね。だからもう早くもこれって感じなんだけど、だからちょっとここにかめるんだったらもうすぐ出すんだけど。ね、6000万自分で出してね、こっち400万でいいわけだから。うん、全然出したいんだけど。ちょっと、どうしよう。いいですか？はい。また、別の見方としてですよ。そもそもなんですけど、6000万開発かけて、はい、収支予測表通りになったとしても、3年間で1100万円ぐらいしか利益が返ってこないんで、はい、3年でペイするどころが 20% しか回収してない予定なんですよね。はい。これはちょっと商売の立ち上げとして、とてもじゃないけど、予定通りに行っても3年で 20% しか返ってこないって、はい、商売じゃなくないですか？もう事業じゃなくないですか？これって。致命的っていうか、はい、助成金出るからって言っても、それ国の自治体の金削って非生産的なことしてるだけになっちゃいません？すいません、ちょっと予測でしたので、あんまり多く書くのはちょっとあれかなと思います。ちょっと控えめに書くっていうのも分かりますけど、はい、じゃあ1500万円あったとして、3年の利益が3年でね、4分の1しか返ってこないって終わってません？12年かかるもんね。そのままだったら。そうなってる。どこが、まあでもあれでしょ、結局事業再構築はちょっと待ってくださいね。くれるから桁の見間違い一桁違うよ。1年間で3232万利益がかかるんですか、これ。利益率はかなり高いと。ちょっと待って、ごめんなさい。桁見間違えた。3年間で1億1000万入るんですか、俺。一応、トモハッピーが大好きです。失礼しました。失礼しました。ごめんなさい、勘違い、ご理詰めでした。意味わかんない。じゃあ、2年で回収できるんですか、予定として。予定としては。ネガティブ目に見ても。全然違うかもしれない。もう、その6000万の開発にかましてくれて、良ければ、かましてくれるって言うと、その一言いただければ僕200万全部出すんですけど、それ言ってるのはありなんですか。あ、林さんが開発に口出せってこと。そう、これ大丈夫みたいな。それさえ言えば、いいですよ、僕は。はい。そこは入っていいの？ありがたいです。じゃあいいですか、出して。早い？いや、いいですけど、うん。条件付きになる、これっていうか、なんか僕一つだけですよ、はい、そもそもさっきから皆さんのご意見を聞いてると、このままでやばいじゃないですか本当に、はい、危ないと思うんですよ僕も、はい、で、なんだろう、例えば彼のビジネスって今年間売上1億数千万のところが6000万借り入れするって、
もうそれだけで僕聞いただけで危険水域だと思ってるんですよね、うん、要はその年商の半分銀行から借りたらもうやばいよってずっと僕30何年言われ続けて生きてる中で、本当にこの勝負この人していいのかなっていうのがものすごく心配なんですよ。だ例えば林さんこれに絡んで本当にうまくいくのかどうか、彼結構意固地にやりたがってますよね今、はい、なので僕もそれが被害を最小限にするというか、うん、そういうようなプランというかうまくそこが心配になるんで入りたいなって感じですよね。多分これ条件付きですね、もし出していただくなら、うんうん、はい、だけどまあけど要はそこに関わらせてくれるっていうんだったらまあそれだけでいいんで、まあなんかそんなのはなんか条件ってほどでもないのかなっていう気はするんですけどね、うん、だからもしそれでよければ出しちゃいたいって感じですね。で心配な方々がいたら今の同タイミングで押していただける青さんあたりも心配じゃない、 L ステップの知見を言って結果僕はなんか LINE で終わるんじゃないかなっていう気がしますけど、うーん、そうです。これちなみに今回早く帰りたいわけではないですよね。これいくらそこかそんな気がしたよねそんなことないですよ心から心配だからこの事業に大変興味があって治るとかもやってるし、ワンチャン治るとかの知見も活かせるかなと、うん、僕の出番かなと、そんな早く帰りたいからそんなんじゃないですか。まあちょっとごめんなさいね、整理しましょうか。今林さんから全額独り出しが出ました。林さんは、まあ、条件付きというかちょっと相談するっていう話ですよね、結局は。それに関わらせてもらうって話ですよね。そうですね。これどうなんでしょうか。これやっぱり条件、もし、例えば、そういう林さんの話なしで、200万積むっていう方が言えれば、そっちの方が優先だね。そっちの方が優先になりますけども、うん、その、あとは皆さんが今、うん、200万とは言わないまでも出す意思があるかどうかで、ないならば、もう林さんの、これしか彼の選択肢がなくなるじゃないですか。ただそれで進めたらいいと思うんですけど、どうですか。ごめんなさいね、ボードの時間を奪ってしまってキライさんどうですか。投資としてはすごく美味しいと思っていて、6000万自分でね、まあ、用意してとか、まじ、補助金でもらっていて、はい、我々400万の広告費でいいよねってとか確かにアグリーなんですけど、ただもうすごく事業再構築っぽいなって感じがして、はい、もう補助金もらえるからやってやろうみたいな感じがやっぱあって、でそこがやっぱりちょっと補助金もらえるからあんまり専門家じゃないじゃないですか。もともとじゃあ本当にこれシステム作りたかったのって言われると多分違うと思っていて、どう見ても助成金あるからなんかお金もらえるアイデア作ろうぜと、そしたらまあ6000万マックスでもらえるのって言ったらシステムだよねみたいな感じから来てるから、やっぱ話すと薄っぺらいんだなって感じがしたんで、そうするとちょっと出しづらいなって感じです。本当投資としては美味しいなと思う一方で、やっぱこれがもう僕国が良くないと思うんですよ。これ国が良くないと思ってて、こんなのに6000万ポンと上げちゃうから、それこそ逆に不幸な人を生むなと思っていて、本当そこはね、ちょっとどうなのかなと思いました。完全同意。ですよね。だから本当国が悪いですよ、これ。本当、僕も同じこと思ってたね。よかった、今日なんか岩井さん仲良くなった。はい、僕すごい同じこと思ってました。はい。だよ。はい。4人の方がこういうご意見なので、そんな中で林さんがね、治るのこともあっていろいろ考えてる中で、とにかくね、いろいろと揉んでっていうふうに言ってらっしゃいますので、これでよろしいですか、林さん。あと、じゃあ最後に一言いいですか。はい、トモハッピーが5000万の通販のシステムを作ろうと思って8000万になったっていう話は、めちゃくちゃ良かった。だけど、それをハッピーはなんかこう、そんなかかんないと思うみたいな用語の話だけど、ハッピーでもやっぱそういうことあったじゃん。ありました。で、僕もそういうことあったし、多分視聴者の皆さんでもここにね、うん、周りも青さんとかも IT の、ね、開発関係で、ね、そういうのいくつも見てると思うんですよ。だから6000万のシステムは6000万じゃ絶対できないんですよね、僕の経験上、うん、で僕は思うんで、そこをなんとか、めっちゃ年商が何十億っていう会社だったらそれは挑戦してもいいと思うんですけど、1億的でやっぱ心配になったので、そこも含めて入らせていただいて、最悪ね、事業再構築だから大丈夫だと思うんだけど、より成功確率を上げるお手伝いをさせていただけるのはぜひやりたいなと思います。はい、ありがとうございます。一旦でも感じおる、おめでとうございます。